はい、こんにちは、みんな。今日はバフィーの苦手を遊びの中で克服していこうっていう動画になります。で、バフィーの苦手って何かっていうと犬なんですよ。大きいとか小さいとか関係なしに犬が近づくとすごい警戒するんですよね。ただバフィーはフクロウの中では最大種で最強のハンターなわけじゃないですか。だから飼い主としても強い子に育ってほしい、当然ですよね。なのでワンちゃん買ってきました。紹介します。はい、これ名前は募集します。もしよかったらコメント欄に書いていてください。それじゃあやってみよう。なんかこれね、電池入れて動くみたいなんですよ。だからせっかくだから動いてるやつの方がいいじゃないですか。じゃあちょっと電池入れていきますね。これ中古で買ってきたんだけど、そもそも動くのかな。OK。 え、これはラスボス来たんじゃないのか、バフィー。とりあえずやってみます。うわ、あれ、なんかどうもダメそうなんで、これならどうだ。バフィー、ご飯だよ。全然降りてこない。